パトリック・エドワード・コナーは南北戦争の時の北軍将軍である。アメリカ西部開拓時代のインディアン絶滅作戦で有名になった。コナーはアイルランドの田舎ケリー県で生まれた。アメリカ合衆国にわたって1839年11月28日にアメリカ陸軍に入隊した。コナーは合衆国のセミノール族インディアンに対する民族浄化である。 セミノール戦争に従軍した。1845年4月5日には帰化してアメリカ市民になった。米北戦争の時、アルバート・ジョンストンの下で戦った。コナーはその徴兵期間が切れた時に除退し、その後西部で鉱山市になった。南北戦争が勃発した時、コナーはカリフォルニア州民兵隊であるストックトンブルースを指揮していた。 コナーはその部隊を連隊の大きさまで強化し、第3カリフォルニア志願府標連隊と呼ばれることになった。その連隊はユタ巡州に向かい、インディアンから山岳路を奪い、インディアンと同盟したモルモン京都の放棄を鎮めるよう命令された。コナーはユタにいる間に前進基地を作ったが、その任務に不満を抱くようになった。コナーとその部隊が、 本当の戦闘と栄光が起こりつつある東部のバージニア州に行きたいと思った。ヘンリー・ハレック少将が北軍の総司令官になった時、コナーはその部隊兵が反逆者と戦うために入隊してきたと訴えた。連隊の給与から3万ドルを抑えて部隊を東部の戦場に移動させる提案をした。ハレックはコナーにソルトレークシティ地域を偵察しておくよう勧めた。 コナーはそれに従い、死を見下ろす位置にダグラストリデを建設したが、これはモルモン教徒の願望に逆らうものだった。モルモン教徒の指導者ブリガム・ヤングはその個人的な代理人であるキニーを通じて、部隊を移動させるようアメリカ合衆国議会に働きかけた。しかし、ドティッチジーやコナーの努力を通じて、連邦軍は、 ワシントンや太平洋戦線司令官からダグラストリデに泊まるよう指示された。コナーはユタで3年間従軍した間にヒモルモン教徒と末日聖徒、イエスキリスト教会からキリスト教徒へ回収したものを守った。また、ユタ巡州内で貴重な鉱物資源を発見し上官に報告した。このことでアメリカ合衆国に忠実な白人市民が次第に ユタに移民してくるようになり、準州内の日常的なことで、モルモン協会の権限を弱めることになった。コナーの広範な軍事通信が1897年に、反逆の戦争、太平洋戦線における北軍と南軍の公式記録資料として出版され参照できる。1860年代初期、ワシントン準州において、白人入植者の人口が急増し、 原住民であるインディアン部族との紛争につながった。コナーはインディアンを絶滅したがっており、凍るような陶器機構の中、2 2 0トルを連帯を率いて進軍した。1863年1月29日、コナーの部隊はベア川沿いで、少々に遺族インディアンの野営地を見つけた。コナー隊より先回りした部隊が川を渡り、インディアンの集落を襲ったが、 たやすく撃退された。コナーは到着後に増援を送って、警告を抜けるインディアンの逃走路を塞がせた。部隊の残りは尾根に陣取らせ、そこからインディアンに向かって、射撃を加えさせた。兵士たちは、玄関の川を泳いで、逃げようとするインディアンにも発砲した。この時女性や子供を含め、野営地のインディアンほとんど全員を虐殺したが、その被害者数は200名。 内主400名と見積もられている。少々人族インディアンは、モルモン京都から物資の補給を受けており、コナーはこのベア側の虐殺後に、大量の小麦と武器を彼らから奪った。コナーの報告書は、上記反逆の戦争、太平洋戦線における北軍と南軍の公式記録資料に収められている。ベア側の戦い後、コナーは、志願兵軍の順庄に指名され、 ユタ地区軍指揮官を任された。その地区軍本部はダグラストリデに置いた。スー族とシャイアン族が彼らの領土を侵犯して、ボーズマントレールや山岳郵便配送路を通行する白人を妨害したとして、1865年に彼らの絶滅を図るパウダー川遠征を率いた。8月、コナーはタング川の戦いでスー族とアラパ法族の戦士団を破った。 パウダー側遠征でインディアンを虐殺し、追い払ったことで、この地域の入植白人の間で、しばらくの間平和がもたらされた。しかしこれは、数族やこの地域のインディアン部族全体に対する合衆国による民族浄化の氷山の一角に過ぎなかった。それから25年後のウンデットニーの虐殺まで、インディアン絶滅のための軍事作戦は、絶え間なく続けられた。 南北戦争が終わると、コナーは、志願兵の名誉少将に指名され、1866年には、志願従軍から外れた。コナーは、東部で南軍と戦闘することは一度もなかったが、フロンティア辺境での部隊指揮は続けた。インディアンに対する戦いでは、南軍の古参兵を徴兵することもあった。コナーは、ソルトレークシティを高級的に居所にし、市では、 初の新聞を創刊した。また、再度工業にも関わった。ユタ順州内に都市を設立し、カリフォルニア民兵隊の栄誉を称えて、ストックトンと名付けた。コナーは、ソルトレイクシティで死に、そこで埋葬された。ありがとうございます。